石ヶ谷家住宅は、鳥取県八津郡地図町の地図塾にある近代和風建築。国の重要文化財に指定されている。江戸時代に、鳥取藩最大の宿場町として栄えた、地図塾における最も大きな建物の一つで、地図往来に面して立つ。敷地面積は、約1万平方メートル、広大な地線海有識日本庭園を中心に、廃された部屋は40。 土蔵は7を数える。石ヶ谷家は屋号を塩屋と称した近世以来の商家で明治以降は山林地主として栄えた。石ヶ谷家住宅は江戸時代の庄屋建築を大正8年以降、当時の当主で衆議院議員、貴族院議員を務めた石ヶ谷伝志郎が改築造営したものである。現在の母屋が完成したのは伝志郎の死後の昭和3年である。 様々な様式が調和した豪壮な邸宅は近代和風建築の傑作とされる。母屋は南を正面として立つ。入萌屋造り、三川ラブキ、2階建てで、桁行き23.2メートル、張間13.8メートルの規模を有し、南面東寄りに座敷が突出する。1階は西側を土間、東側を居室とする。土間は、長大な梁をかけ渡し、 2階まで吹き抜けの空間とする。前述の南面の座敷のさらに南側に玄関棟が接続する。母屋の南東には座敷棟、北東には家族棟が立ち、これらの建物に面する敷地東側には日本庭園を設ける。敷地の背後や西側の境界沿いには蔵が立ち並ぶ。本住宅は規模が大きいのみならず、良質の杉材を用い、 思考技術、衣装が優れている。庭園や蔵などの付属棟も含めた、屋敷構え全体が良好に保存されており、近代和風建築の代表例としてその価値は高い。おも屋一階土管、広間と高さ14メートルの吹き抜けおも屋など8棟、並びに、敷地が2009年12月8日付で、国の重要文化財に指定され、玄関棟など5棟、関係文書及び、 胸札が重要文化財の不指定となっている。また庭園は2008年3月28日に国の登録記念物に登録され、2010年1月14日には鳥取県の指定名称にも指定されている。蔵などの付属建物も大正期から昭和初期に建てられたものである。以下は不指定物件の視野の至るところに石ヶ谷家に伝わる美術工芸品が飾られている。 また7つの土蔵のうち4つを博物館、資料館として公開、活用している。ありがとうございます。